勝った気持ちを一言。一言でも二言でも大丈夫。僕はフルスローが2回目で、前の1回目ではベスト4で負けちゃったから、今回優勝して嬉しかったです。ありがとうございます。あ、ちなみにキックのベスト4までの方は温泉のチケットをもらってます。あ、ちょっと言うの忘れたんですけど、僕今ちょっとスタメンの方とスーパー銭湯よくあると思うんですけど、スーパー銭湯の方と、まあ、業務提携というかちょっとしてまして、まあ、スポンサーに今ついてもらってるんです。で、そこで、まあ、今日の優勝者、優勝者と、2位ですね、2on2の1位と2位、そしてビギナーの方は、ベスト4まで、まあ、子供分のチケットなんですけどもらってるんで、後ほどお渡ししますんで、仮にね、藤井寺のインダーから、まあ、5分か10分ぐらい着くと思うので、もしやったら最後帰って、書いて帰ってほしいなと思います。じゃあ、後ほどね、優勝ボードと賞金の方をお渡ししますんで、おめでとうございます。拍手。藤田武君、はい、お疲れ様です。今日優勝できて嬉しいです。本戦も頑張ります。ありがとうございました。はい、シンプルイザベスト、シンプルイザベスト。かけちゃんからね、最後、せっかく日本に帰ってきたんで一言いただこうかなと思います。あ、どうも皆さんありがとうございました。嬉しいです、本当に。結構ギリギリで出ることを決めて、ちょっと昨日一昨日と知り合いの結婚式で、今日も本当は結婚式があったんですけども、お祝儀が大変で、本当にね、本当にトルコで働いてきたから全部祝儀で持ってかれちゃうかなっていうぐらいのね。で、本当に今日マオと出れて、彼覚えてあげてください。絶対ライナー今後うちの、まあ、決勝リーンと素敵証明し、まあ、うちらの未来の方向を背負っていくメンバーになってくると思うんで、余裕で、十分僕らよりテクニックもすごいし力もあるし、本当にすごいんですけど、まあ、僕自身もやっぱせっかく日本帰ってきたし、ずっとバトルに出れてなかったんですけど、とりあえず出れるやつは出まくろうっていうスタンスで、今になってまたがむしゃらにやろうかなみたいな感じで、で、まあ、実際なんか、ね、うちの、そのネクスだったりとかいろいろ生徒の子たちもいっぱいいるんですけど、なんか自分自身教えるの下手だと思ってるし、それやったらもう実際のことバトル出て、まあ、見せたらいいやろっていう、まあ、見てる子は絶対育つと思うんで、ずっとその気持ちでまだまだやっていくんで、で、まあ、ちょっとテク君すいません、僕自身こうやって予選出ながらも本戦の日がちょっとカンボジアに行ってまして、はい、まあ、ちょっとお話しさせていただいて、まあ、マオは出ると思うんで、応援してあげてください。本当にありがとうございました。じゃあね、ジャッジのコメントを取り入れてもらって、もう解散という形にしたいんですけども、じゃあジャッジムーブ順でお願いします。おどろです。ありがとうございます。そうですね、今日ビギナー、アンダー、ツオツーなんで、ビギナーの子たちにやっぱこう思うことというのは、もっとこう負けん気の強さをもっと出してもらいたいなっていう、やっぱこう動きで戦ったりとか自分のスキルで戦ったりする部分ももちろんだと思うんですけど、こうまだビギナー、まだまだ、やりたいこといっぱいあったりとかできないことも多い中、もっと気持ちだけでは絶対負けたくないっていうののぶつかり合いがもっと見たかったなっていうところが一つですね。で、アンダー、15かな、アンダー15に関してはこうもっともっと音を味方につけて戦うダンサーが見たかったなっていう、うん、っていうところが一つですね。で、ゾーン2に関しては、やっぱ空間を支配してるダンサーは強いなっていう、その空間を自分の体にまとって会場を巻き込んで戦うっていう、やっぱそういうダンサーっていうのは自分の動きとか音を味方につけたのを当たり前の上で勝負かけてるっていうダンサーがいっぱい、今日見えたなと思うので、また本戦もあると思いますので頑張ってください。ありがとうございました。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、体調悪かったんですけど、ちょっとダンス見てたら体調が良くなりました。
インフルとかじゃないので安心してください。そうですね、まあ、率直に思ったことを話すと、前日予選があったのかなっていうぐらい人が少なくて、出てる人たちはみんな上手かったっていう、前も多分同じようなこと言ったと思うんですけど、本当上手な子が出てるっていう印象ですね。なんでビギナーアンダー15両方とも1回戦で負けちゃった子がいると思うんですけど、本当みんな上手かったです。はい、もっとダンス始めたばかりの子とかも来ればいいのにって正直思いました。はい、音楽もいいし会場もいいと思いますし、来ない理由がないんじゃないかなみたいなっていうのは正直思ってます。はい、名古屋ってあんまりこういう広くてみたいな会場あんまりないんで、もっとこう何て言うんですかね、幅を持ってみんなが参加してもらえるとなんかイベント自体も盛り上がるのかなって思いましたね。はい、ムーブとか踊りとかに関しては特にあんまり言うことがないので、やってる内容とか自分がやってる内容とか、まあ、教えてもらってる人もいると思いますし、周りにこうアドバイスもらってそれを信じて、まあ、頑張ってもらえればきっとまあそうですね、正直みんな本当上手かったんで、まあ、結果はそのうち出ると思います。はい、そうですね、1月 の、 19日に名古屋でフルスロットルの名古屋予選っていうものをやらせていただいてるんですけど、名古屋本当にあんまりないんですけど遊び場所とかも、いい機会だと思うので遊びに来てもらえるとありがたいです。はい、お疲れ様でした。じゃあラストのリュウジ君にね、ちょっと皆さんお疲れ様でした。そうですね、めっちゃ個人的なことなんですけど、今日僕がずっと昔からビデオで見てて、僕らが予選落ちしてるときにもう日本トップでやってたX-Menの人たちが見ることができて、なんかすごい、なんだろうな、今の時代の子たちとそういうずっと一線で活躍してる人たちを見て、まあ、今の人たちはすごい、まあ、何でも本当にうまい、もうどこでも言われてると思うんですけど、本当にもう全部のレベルが上がりすぎて、もうみんながうますぎてやばいみたいな。でも逆にそこを超えるヒントがあるなって俺はすごい思ったんですよね。その X-Men の人たちを見て、やっぱ同じムーブをしたとしてももうなんだろうな、この人のこれみたいな、それがつくだけでもうどんな上手くてもなんだろうな、なかなか勝ちづらかったり、それってやっぱその人が積み重ねてきたものとかこだわりとかで、そこにたどり着くまでの苦悩とか、なんかいろんなドラマが多分詰まってるんですよね。なんかそれって時間かけなきゃ難しいのかもしれないんですけど、でもなんかそういうこだわりがやっぱりあると、すごくなんか勝ち負けもそうなんですけど、自分のダンス人生がすごい潤うんじゃないかなとすごい思います。はい、まあおっさんのたわごとなんで無視してくれて大丈夫なんですけど、はい、まあまあでも僕はなんかすごい全部ひっくり返したんですけど、ダンスって人それぞれの考え方でいいと思うんですよ。はい、僕はそう思うみたいな。でもその自由度がなくなると、これじゃなきゃダメっていうのがなくなると、本当にやってる意味がないというか、もう超つまんない、多分ダンスやめるぐらいの本当にものになってしまうんで、こういう人もいる、こういう人もいる、こういう人もいるって結構いろいろ認められる自分になれればいいのかなと、はい、思います。まあおっさんのタオルなんで無視してください。お疲れ様でした。ということでですね、今日1日、11月24日、関西のラスト予選という形で、まあ、今回、終わったんですけども、次、福井予選、が12月22日、1月、最後名古屋ですね、1月19日、19日、はい
いいですね。まあ、せっかく、なんていうんですかね、僕もこうイベントをやり始めて、まあ、もう11年、今年11年になるんですけども、まあ、イベント自体っていうのも、まあ、別に何か別に不満があるとかじゃなくて、やっぱりこうみんなに思ってほしいのが一つあって、関西の、まあ、シーンというか、もうその育ってきてるシーンっていうのは、やっぱりこうみんなが作り出していってるんですよ。僕らイベンター、まあ、オーガナイザーっていうのは、まあ、よくのちゃんとも話すんですけど、ただただ場所を提供してるだけで、まあ、結局、その人たちがイベント自体を盛り上げて、まあ、それはイベント自体が勝手に盛り上がっていくことで、こう関西が勝手に上がっていくっていうか、まあ、別に何かをしなければいけないってこともないんですけども、みんなで、やってるっていう意識を持ってもらった方が、まあ、今後、いいイベント、っていうのがどんどんやっぱりこう、まあ、いろんな事情でやっぱり開催できなくなってくると思います。僕も、言うてもうこれ11年やってますけど、いずれというかもうあと4年ですね、僕は15年、15周年で、このフルスロットル、僕がやるフルスロットルっていうのは、もう締めようかなと思ってるんで、ずっとイベントっていう事態は多分ないと思うんですよ。まあ僕の後輩で、まあ、頼む子とかもいればやってもらいたいんですけども、まあ、今日ちょっとやっぱり無理ですって言われてますけどね。まあ、長々やってても、やっぱりいずれ、周期を迎えるっていう時は絶対来ると思うんですよ。ただ、みんながその、なんていうか、どこのイベントでもいいんですけど、やっぱ盛り上げようっていう気持ちがあれば、多分そのイベントもずっと続いていくだろうし、その次の子たちもやっていくと思います。なので、まあ、そのイベント自体をみんなで一つ盛り上げるっていうことで、まあ、今後またシーンも変わっていくと思うので、僕が、やり続けるのはあともう4回、4年ですね。まあ、一応15周年で、まあ、区切りをつけて1回、リセットをしたいなと僕は思ってるので、その後、ね、誰かが続けていくのかどうかわからないですけども、まあ、イベント自体、やって、やる人がいて初めてみんなが参加できる場所っていうのができるわけなので、ぜひですね、まあ、いろんなイベント、多分大阪でいろんなイベントあると思うんですけど、まあ、できればですね、みんなで盛り上げていって、で、僕らも、イベントのオーガナイザーで被る日とかもやっぱりあったりしてたんで、ちょっとそういう、まあ、被らないように、ちょっと工夫しながら、開催していこうっていう話も今してますので、ぜひですね、みんなでまた関西のシーンですね、まあ、シーンっていうかその、シーンを盛り上げようっていう感じじゃないんですけど、まあ、感じなんですけど、なんか楽しんでできるように、やっぱり人いっぱいいた方が多分楽しいし、盛り上がると思うし、またね、なんていうんですかね、まあ、長続きするイベントをこれから多分また次世代の子たちが多分作っていくと思うので、またそのね、ネクストジェネレーションじゃないですけど、また僕も結成みたいにね、何十周年って言って、15周年が終わったらもう一回何十周年という形で復活とかしてみたいですけど、まあ一応15、あと4回なんで、4回だけですね、このまま引き続き応援してもらえたらなと思っておりますので、これからもよろしくお願いします。